皆さん、この賃上げの難しい中、給料が伸び悩む中、そして物価が高くなってエネルギー代も高騰、電気代は2倍3倍になって生活を逼迫する中、なんと公務員の給料がまたですよ、また大幅引き上げですよ。何やってんだって感じじゃないですか。公務員がまともな仕事しないから民間がきついんじゃないですか。何やってんだよ公務員。公務員隅か隅まで耳かっぽじてよ、聞けよお前。公務員の給料が上がった分ね、民間に使ってくださいよ。そうしたら民間もトリクルダウンで潤うじゃないですか。公務員の皆さんが給料が上がった分だけそれを貯蓄に回すからおかしなことになるんでしょう。公務員の皆さんは貯金があっちゃいけません。少なくとも民間の預貯金がない間は貯金しちゃダメです。全部使ってください、右から左に。そうしたら民間も潤うでしょ。そしたら公務員さんがやっと枕を高くして眠れるわけじゃないですか。公務員の生産性が悪いから民間がいくら知恵を絞っても全部吸い取られちゃうよ。で、公務員の人はみんな隅から隅まで反省してくださいよ。自分たちだけいいから、これは適材適所なんだ、自己責任なんだ。まあそういうね、公務員ばっかりなんですよ。ちょっと人としてのね、優しさを持ってもらいたいなと思いますね。で、私の考えなんですけども、公務員の給料を例えばね、5万上げること、公務員の皆さんはね、ものすごい人数いるわけですから。そしたら膨大なお金動くじゃないですか。そんなことよりも、同じ金額使って生活保護の方の支給分を5万円上げた方がいいんじゃないですか。そういう考えにはならないんですかね。いや、公務員の皆さん、民間から吸い取った金で暮らしてるんでしょ。私たち民間は吸い取られっぱなしですよ、公務員の皆さんを食わすために。ふざけろよ、ふざけろよ、ほんと。俺の金返せよお前。しかも市役所行ったらそこはそこでまた窓口で金取るんだろ。バカ野郎って、お前サボってんじゃねえよお前。公務員は隅から隅までだぞお前。儲けすぎね。もう公務員いらないよ、もう全部自動化でいいんだよ公務なんての。人間的な感情がないんだったら、ないわけでしょ感情は。右から左に捌くだけじゃないですか、同じルールで。機械でいいよ。民間はそうはいかないよね。時には泣き落としで仕事を取ってくるわけですよ、感情に訴えかけて。いや、これが売れないともうね、会社に帰れませんよっていうふうな営業マンいるでしょ。泣き落としで営業を取ってるわけですよ。公務員の皆さんはどうですか。私たちが書類を書いて持って行っても、印鑑がちょっとずれただけで、あ、これはダメですね、もう一回書いてもらえますかみたいな感じで、また同じ住所から何から書かせるんでしょ。考えろよもうちょっとね。誰が生産性を落としてるんだと。公務員だよね。学校に行ったって公務員が働いてるわけでしょ。なんでいじめ問題隠蔽してんだよ。もう最低だよ、ふざけろよお前。政府としても最低賃金の引き上げ、公的セクターで働く労働者、政府調達に参加する企業の労働者の賃金についてインフレ率を超える賃上げが確保されることを目指します。目指すだけだよこれね。目指すだけなら猿でもできるっつうんだよ。東大を目指すことと東大に入学することは全く違うんじゃないですか。東大じゃなくてもいいですよ。賃上げを目指すことと賃上げを達成することは全く違います。そして未だに賃上げは民間自身の力でやるしかないわけなんですよ。で、そうやって賃上げしようと思っても、また増税すれば全く意味がないじゃないか。もうね、頑張った人が報われない世の中、あぐらをかいてる公務員が一方的に報われている中はね、そろそろやめなきゃいけないんですか。民間より先に、何これ、嫌なタイトルだね。国家公務員の賃金は毎年8月に出される人事勧告をもとに、政府が給与法などの改正案を秋の臨時国会に提出、その通過を受けて1月から給与の支給が行われる。公務員人員の民間給与並みというのが原則で、どこが民間企業や人事院は民間給与の動向を調査した上で引き上げなどを決め、政府に勧告することになっていると。民間の給料が上がらなければ国家公務員の給料は引き上げられないというのが大原則だったが、岸田総理がやっているのは、民間の給料は上がらずにも物価以上に賃上げに成功するのは公務員の給料だけということでございます。だからこうなるとね、公務員をね、隅から隅までね、憎たらしく思えてくるんですけどもね。新しい資本主義ってのはそういうことか。新しい資本主義は社会主義だといった声が本質した、その通りだ。人への投資。人への投資するんだったら、岸田総理、息子を、勝利秘書官にしちゃダメでしょ。逆投手だよ、あれは。まあ、ふざけろよって感じでね、今日も管巻いて終わっていこうと思います。まるでね、飲み屋に来て一方的にね、文句言って帰っていくね、親父みたいになってきましたけどね、私もそういう年になったってことですかね。皆さんは穏やかにお過ごしください。公務員の皆さんも頑張ってくださいね。